選ばし6名。戦士たちよ、命落とした任を引き受け、今日この場に集ってくれたこと感謝する。ハイラル爺さん久しぶりだな。そなたたちをハイラルの英傑に任じ、その衣を与えよう。その青は我が王家の象徴とされてきた由緒正しき色である。そしてそれを仕立てたは我が娘ゼルダ。ゼルダよ、王家の姫に受け継がれてきた任を全うせよ。英傑たちの長となり、このハイラルを厄災ガノンの脅威から守り抜くのだ。やっぱりこういう堅苦しいのは向いてねえな。これがシーカーストーンね。それには様々な機能が備わっているはずなんですが、残念ながらまだほとんど解明できていなくて。この前おひいさまに見せてもらったけどさ、それ本物みたいな絵が作れるんだよ。すごい、見てみたいな。姫さま、あのお願いしてもいいかな。うん、じゃあその辺で写そうか。みんなシーカーストーン見て。ダールケル、もうちょっとかがめない？あんたただでさえでかいんだから。表情暗いよ姫様、もっと笑って。リーバル、もっとこっち寄って。やれやれ。ミーファ、緊張しすぎ。深呼吸してごらん。はい。じゃあ打つよ。みんなこっち見て。笑って。チェッキいい一枚ですね。てかチェッキーってあの頃から言ってたんだな、すげえな。
リンク、私は見届けました。あなたが厳しい試練を見事に乗り越えたこと。今のあなたなら、そう、今のあなたならきっと薬剤ガノンに打ち勝つことができるはず。きっと。よし、というかそうだよね、そろそろ来いと、そろそろ来いという話だよな。で、これだよ、これ。素材って何が必要なの？まさかのバイク。ハイジャンプ、バイクジャンプ。免許取り立て。おいしょ。なんか不思議な動きする。音はいいね。でも倒れないんだ。すごいな。鎧とめっちゃマッチしてんの。古代兵器系。あーすごいすごいすごい。あすごい。敵がいない。暴走族みたいな。お、実験台。あ、引いてもいいんだね。もう普通に暴走族。おお、すごいすごいすごい。すごい。こけないね。あのメーターか。右下にあるメーターだな。あれ、今満タンなんだ、じゃあ。で、素材。例えば、これとか。手に持って、置く的な。あ、関係ないの。あ、やっぱり開いた。入れる。なるほど、超便利じゃん。いつでも出せるし。どうやって片付けるの？呼び出す。あ、置きっぱなしでいいんだ。で、こういう感じか。はいはいはい、片付けなくていいんだ。あ、消えた。いいね、いいね、バイク。どうしよう、もう来いと言っとったね。来いって言ってたけど、実はね、まだいっぱいあるんですよ、やることが。これもまだ全部言ってないし、この辺もめちゃ、あ、めちゃっていうことでもないか、ちょびっとあるし、こっちは山ほどあるし。あ、でもそんなにないな。ちょっと片付けていったら、まあ割とほどなく終わりそうですね。そうか、ちょっと寂しいね。寂しいけど、まあこれを終えて、で今同じぐらい熱が入ってんのがポケモンの
本作本編の方なんで、あれもだいぶ進めれそうですからね。動画の種類も変わっソフトも変わっていきそうですね。なるほど。ついにこの英傑たちの歌、めっちゃくちゃ長い試練というかチャレンジでしたけど終わりました。なんとマスターベイク、意外なアイテムが手に入りました。で、今後は他のやつをちょくちょくやって、もういいかなって時にガノン行こうかなと思います。自分は初見プレイで、初見プレイで、何のネタバレも見てないんで、純粋にガノンに挑戦できるかなっていう感じです。この辺のマップもまだ未開だし、未開っていうかここないのか、こっちとかはありそうか。もうちょっと楽しんでいこうと思います。どうしような、またアップするときにぜひ見てあげてください。ということで今回はここまでになります。ぜひ、ショールームの方のフォローお願いします。で、この配信したものは短く編集して YouTube の方に上げているので、ぜひそれも見に来てください。そしてチャンネル登録の方もお願いします。はい、ということでご視聴ありがとうございました。